健一です。動画のご視聴ありがとうございます。今回はオデッセイハイブリッドに乗ってロングドライブをしようと思います。目的地が前から行きたかった場所があるんですけども、富山県にある黒部峡谷鉄道っていうものに乗ってみたくてですね、今回は黒部の方に向かって走っていこうと思います。今回の動画、今は DJI アクション2というアクションカメラをですね頭につけているんですけども、思ったよりも広角に撮れてしまってですね、自分の顔がですね映像の半分を占めてしまっています。最初少しお見苦しいと思いますが、お許しください。黒部に向かう前にまずはガソリンを満タンにしていくことにします。これから黒部峡谷鉄道が走っている富山県の黒部を目指していくわけですけども、黒部峡谷鉄道に乗ってですね、終点の欅平という場所まで行って欅平を散策するというのが今回の目的の一つでありますので、なるべくですね欅平の時間をゆっくり取りたいなということで、朝一の列車に乗りたいんですよね。富山県まで行って朝一の列車に乗ろうと思えばですね、もう前の日に行くしかないということで、前日からですね出発をしています。大阪から高速道路に乗って黒部まで行くとだいたい5時間かからないぐらいで行けるみたいなんですけども、朝早く中途半端な時間に起きていくのもしんどいですし、それと高速代ですよね。最近ちょっと遠出をする機会が多かったので、だいぶと高速代を使ってしまっているので、節約をしたいということがありますので、なるべく下道で行きたいというのがありましたので、今が9時過ぎぐらいなんですけども、下道を使って途中高速道路に乗って2時半ぐらいにですね黒部の手前ぐらいに着いて、そして仮眠を取ってから黒部峡谷鉄道に乗ろうと思っています。夜のドライブということになりますので、アクションカメラではですね明かりの暗い夜はですねかなり厳しいんですよね。あんまり景色映らないような感じになってしまうので、ガンガンとですねこの先は進んでいこうと思います。普段高速道路を使わないときは京都の方に抜けて、そして琵琶湖の湖西の方を通ってですね、そして福井県の方に入っていくみたいな、そういう形で行ってるんですけども、京都のところが混雑するのであまり好きじゃないんですよね。混雑しなかったとしても信号の数が多いので結構時間がかかるんですよね。で今回はですねその混雑する区間を避けるためにですね違うルートを通っていっております。京都府の美山の方を通って、そしてですね福井県大井町の方に抜けていきます。そして敦賀のインターチェンジから北陸自動車道に乗って黒部までですね一気に行こうと思ってます。今はまだ京都府の南丹町ですね、園部という場所の付近を走っているので明かりがありますが、この先はですねほとんど明かりがなくなっていきます。京都府の美山から福井県に抜けていく道ですが、まあ、峠道ですね。まあこんな感じの真っ暗な道です。対向車もほとんどなくですね、後ろから車もありません。ライトが照らすその道だけがですね見えていると、そういった感じです。京都美山を抜けて福井県の方に入りまして、ここでですね国道27号線と合流という形になります。あとはこの道をまっすぐ進んでいけばですね敦賀の方に到着しますので、そこから高速道路に乗っていくことにします。国道27号線ですね、この辺り小浜ですかねだと思うんですけども、さすがにこの辺りに来ると少しだけですけどもね、街の明かりが増えてきて車の数も増えています。現在の時刻が12時10分です。自宅を出発して、まあ、3時間半ぐらいが経ちましたかね。
北陸自動車道の敦賀インターチェンジまでやってきました、まあ、これぐらいの時間に着くのが想定内だったので、まあ、予定通りに進んでいるといった感じですかね。ここからは高速道路をですね、もうひたすら走っていくだけです。ここから黒部インターチェンジまでは2時間ぐらいですかね、2時間半ぐらいかかる予定なので、2時半ぐらいにですね、黒部のインターチェンジ付近に着ければそれでいいかなという感じです。まあ、休憩せずにですね、このままどんどんと走っていこうと思います。北陸自動車道は所々で工事をしていて、片側一車線規制みたいな感じになっていましたけども、まあ、それでもですね、交通量がそれほど多くないので混雑するということはなくですね、まあ、ペースはちょっと速くなったり遅くなったりはしますけども、まあ、こういうところはですね、他に車がいないとそういった感じになりますので、ホンダセンシングをですね、オンにしておけば運転がものすごく楽です。時刻は2時25分になります。黒部インターチェンジの少し手前のサービスエリアですね、有栖海サービスエリアに到着しました。黒部のインターチェンジはもう目の前なんですけども、黒部のインターチェンジを降りるのはですね、朝を迎えてからにしようと思っています。有栖海サービスエリアでここでですね、少し仮眠を取りまして、朝の7時半ぐらいにですね、黒部のインターチェンジの方に到着できたらと思っています。どこのパーキングエリア、サービスエリアもそうだったんですが、平日だったので一般の車は少なかったんですけども、トラックがものすごく多かったですね。この時間でもお店が開いていましたので、中で食事をされていた方もいたのかなって感じでした。フードコートは24時間営業になってるんですね。とりあえずトイレの方に行ってですね、オデッセイハイブリッドで仮眠を取ることにします。最近はこうやってサービスエリアとかで仮眠を取る機会が多いんですけども、 S63 の時にですね、それをよくやっています。オデッセイハイブリッドは広いので本当に快適に眠ることができます。プレミアムクレードルシートで寝るのもよし、ラゲッジスペースにですね、布団を敷いて寝るのもよしなので、この広さはですね、かなり助かります。ゆっくりと眠ることができました。6時30分に起きまして、これからですね、軽く朝食を取ろうと思います。この先ですね、朝ごはんを食べれるところはありませんので、まあ、車内でですね、簡単に済ますことにします。プレミアムクレードルシートをですね、後ろの方に下げると、足元に小さいテーブルならですね、余裕で置くことができます。オデッセイハイブリッドの中で簡単に朝食を済ませて、有栖海サービスエリアを出発します。もう黒部のインターチェンジはですね、すぐ近くということになります。現在の時刻は7時14分30分ぐらいでですね、着く予定となっています。5分ぐらい走ると右手に北陸新幹線の黒部宇奈月駅が見えてきました。黒部宇奈月温泉駅、なんでか知らないんですけど、新幹線の駅とかが隣に来るとですね、テンションがすごく上がります。そうしたらですね、もう黒部インターチェンジはすぐそばということになりますので、黒部インターチェンジを降りてですね、宇奈月温泉に向けて走っていきます。ここまでかかった高速の料金はですね、3790円でした。どっちに行くのこれ。高速の料金は深夜割引にはなっていましたけども、普通に行けばですね、6220円ぐらいかかっていて、まあ、今回ですね、少し一般道を走って途中から高速道路を乗ったことでですね、2500円ぐらいは節約することができました。すげえ山やなこれ。
うわー、これはちょっとガスってなかったら絶景。そう、富山県から見る山はですね、大阪で見る山とはですね、もう高さが全然違います。大阪ではこのような景色を見ることはできません。わあ、この山深さは全然違うね。うわあ、結構ほんま山深いな、思ってた以上。左手には富山地方鉄道の宇奈月温泉駅が見えています。この奥に黒部峡谷鉄道の宇奈月駅があります。そして駐車場はですね、宇奈月駅のすぐ目の前にですね、かなりの台数が停めれるものが用意されています。黒部峡谷鉄道、左手が黒部峡谷鉄道の宇奈月駅です。ここを右に曲がるとですね、もう目の前がですね、駐車場ということになっていますので、ここに車を止めて黒部峡谷鉄道の方に乗っていくことにします。時間がですね、7時39分ということで、まあ、予定より10分ぐらい遅いんですけども、朝一の列車には余裕で間に合う時間に到着しました。あとは朝一の列車に乗ることができるかということだけですね。これはちょっと駅の方に行ってみないと分かりません。駐車場はですね、日帰りでと1000円で止めることができます。僕は車がなるべく止まっていないところに止めたかったんですが、残念ながらですね、駐車場所は指定されてしまいましたので、車と車の間にオデッセイハイブリッドを止めることにします。いろいろと準備を済ませて、これからですね、黒部峡谷鉄道の宇奈月駅に行きまして、切符の予約をしようと思います。これから乗る電車のですね、駅舎を見ていると、なぜかワクワクした気分になってきます。切符は事前に予約をすることもできるんですけども、この時間に到着することができないかというのは不安だったので、まあ、当日ですね、空いている列車に乗るということにしていました。お席はどちらまで？欅平まで。欅平までお二人様ですか？はい、はい、ただいまバリューパックという切符ございまして、こちら対象の県からお越し。平日ということもありましたので、無事にですね、朝一の列車8時17分発の宇奈月からですね、欅平行きの列車に乗ることができることになりました。発車まではですね、まだ時間がありまして、10分ぐらい前にならないと改札もしていないということだったので、トイレなどをですね、済ませておくことにします。出発10分前になって改札の方が始まったようなので、駅の中に入っていきます。こちらが一緒に行こうですかね。じゃあ階段降りてすぐの号車になります。駅に入ると記念ヘッドマークとかですね、各種の標識が展示されていました。階段を降りてですね、一番乗り場の方に列車が止まっています。そして号車だけが指定されていまして、座席まではですね、指定されていない、そんな感じになっています。朝一番の列車ということもありましたので、結構人は乗っていましたね。ちょうど乗るのがですね、電気機関車のすぐ後ろの車両ということになりました。車両に鎖がかけられて、いよいよ宇奈月駅を出発です。宇奈月駅を出発すると、最初にですね、新山彦橋を通っていきます。もうこの最初からですね、絶景を眺めることができますが、この先はどんどんとですね、素晴らしい景色を眺めていくことができます。出発したらすぐに宇奈月ダムが見えています。宇奈月ダムを過ぎるとですね、右手に新柳原発電所が見えてきます。湖面に浮かぶお城をイメージしているということで、このようなデザインになっているようです。列車はしばらく走って黒薙駅に到着です。降りることができる最初の駅という場所になります。そして列車の先にはですね、跡引き橋が見えています。
アドビキ橋は黒部峡谷の中で一番深い谷ということですね。高さが60メートル、長さ64メートルあります。谷を見下ろすとですね、その深さに思わず後ずさりをするということからこの名前がついたということです。実際に見てみるとですね、本当に深くて怖いんですよ。線路の間から谷底に流れる川の様子が見えています。ちなみにこの下に見えている川は黒部川の支流ですね、黒薙川ということになります。駅前のカーブがきついということで速度が出せないというところもあるのかもしれませんが、観光スポットはですね、速度を落として通過してくれます。黒部峡谷鉄道に乗ったのは9月の終わりということになりますが、このようですね、下の方って言ったらいいんですかね、気温はそれほど低くなかったんですけども、黒部峡谷鉄道どんどんと進んでいくとですね、気温が下がっていってですね、特にトンネルの中はすごく寒かったです。長袖を着ていましたけども、若干肌寒い感じですかね。少し厚着をしていってもいいぐらいでした。あまりにも綺麗な景色が続くので、もうどこを撮っても絵になるみたいな、そんな感じの時間がですね、ずっと続いていきます。他にもいい場所はたくさんありましたが、その一部しか紹介することができていないというのが残念です。宇奈月駅から1時間20分の時間をかけまして、終点の欅平駅に到着です。この欅平でですね、少し散策をしてですね、黒部峡谷の景色を楽しんでいこうと思います。先ほどまで客車を引っ張っていた機関車はですね、反対方向ですね、今度は宇奈月温泉の方に向かってですね、移動していきました。こんな感じで前の方に機関車が移動され、またですね、客車の方に連結して宇奈月の方へと向かって走っていくという、そういう感じになっています。こういうのを見るだけでもですね、すごくテンションが上がるんですね。今行ける場所マップを見るとですね、河原インチからの先ですね、猿飛び橋の方には行けないということでした。まあこれは来る前から分かっていたことです。名犬温泉の方へ行ってみようと思います。綺麗、めちゃくちゃ綺麗やん。うわ、欅平駅すぐ近くにある橋がですね、奥金橋です。うわ、もうめっちゃ綺麗やん。なんか全てが絶景やん。うわ、綺麗。うわ、奥金橋を渡ったそのすぐ先にはですね、人食い岩が見えています。名犬温泉より先ですね、馬場谷温泉まで行く人はヘルメットをかぶってくださいねという注意書きとともにですね、ヘルメットが置いてありました。人食い岩を越えて10分ぐらい歩いて見えてくるのが名犬温泉です。この先ですね、30分ほど歩くと浜谷温泉ということになるんですが、いろいろな時間のこととかを考えてですね、今回はこの名犬温泉までにすることにしました。
そしてここまで来てやることといえば露天風呂に入ることです。馬場谷温泉まで上がっていく時間をですね、ここの名家温泉に入ることにしてですね、ゆったりとした露天風呂を楽しむことにしました。そして露天風呂の後はですね、昼食もいただくことにしました。名家温泉で食べる山菜そばはめちゃくちゃ美味しかったです。本当に美味しかったんですよ。水が違うっていうのが大きいんですかね。何を食べても美味しいよとは言われたんですけども、本当に美味しかったです。でこの後は欅平の駅の方に戻って、少し駅前を散策をしてですね、また宇奈月の方へ戻っていこうとは思うんですけども、今日はどうするかっていうのを全然決めていなくてですね、このまま家に帰ってもいいし、どこかで一泊してもいいし、車中泊してもいいしみたいな感じでですね、少しだけですね、どっか泊まれるとこないかなみたいな感じで探してですね、この先のルートを考えていきます。今回は大阪を出発しまして、黒部峡谷鉄道に乗って欅平に着いてですね、欅平を散策するところまでの動画にしたいと思います。続きはですね、次回の動画にしようと思いますので、またご覧いただけるとありがたく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。